はい、次。苦手な女の子のタイプは？苦手か。苦手意識持つと人間関係気づくのとか初対面とかちょっと厳しくなってくるじゃないですか。なんで苦手とは思わないようになるべくしてるのと、あとはこうね、私の YouTube 見てくれてる方がもしね、私は仮にそういう女の子が苦手だったとしても、それも一つの個性じゃないですか。それがすごい合ってるっていう人もいればっていう子もおるから、なんか当てはまる子とかがいたらね、見てって気分悪いかなと思うので、苦手な女の子のタイプは言いません。ただ人間としてね、人間として女の子のタイプじゃなくてメンズも女の子もなんだけど、あの人の気持ちを考えれない人はちょっと苦手かな、それだけかな。次、やってみたい作品のシチュエーションは何ですか？これはね、よくツイキャスの方で言わせていただいてるんですけど、もうね、割とこうデビューからやりたかった作品っていうのはやってきたつもりなんですね。で、唯一残ってるのがあって、まあ、やりたかったのは金翼もの、まあ、金翼ものは専属じゃないとできない。着方だと週に2回は絶対セックスしてたので、それじゃできないじゃないですか。月1で1ヶ月の金翼っていうのはできるから、金翼作品で、筆下ろしもしたかったです。一回はなんか人生の中で可愛いなって思う相手をマウント取りながら筆下ろししたいなと思ったので、まあそれ筆下ろしで、あとはもう一つあるんですけど、それまでできてなくて、それはオナニーサポートです。オナサポものかな、がやりたいですね。あとファンの人みたいな、私のことが好きって分かってる人とするセックスとかしたいかな。だから仮に言うと、私の作品を見てるじゃないですか、そのファンの人が。で、私が後ろから出てくるね、こう、あ、出てきて、で、どういうところが好きなんですかとか、私はどこが好き、どういうのしてほしい、私の作品どこで抜いたとか言いながらセックスまで持っていきたいなと思ってます。 T ばっかりになっちゃうはい、次。憧れのセクシー女優さん。正直みんな尊敬するし、みんなすごいなって思ってます。これほんとお世辞抜きで、でそれぞれにブランディングがあって、それぞれにコンセプトとかメーカーの意図みたいなとかもあったりとか、でメーカーの色があったりとかするじゃないですか。だから一概に憧れるとかはないですね。尊敬してる人はたくさんいます。椎名空さんはもちろんネヤンって呼んで尊敬させてもらって、あとはすっげーエロいと思って尊敬するのは山岸愛香さんと神宮寺奈央さんはもうめちゃくちゃエロいなって思うし見てます。で、いろんな面で勉強として見る、あ、もうすっごい鼻詰まってんだけどいろんな面で勉強として見させていただいてるのは三谷あかりさんと蓮見クレアさんですね。この辺の方たちは今までいろんな作品を撮っていて、でもその中でもエロさが出てる女優さんが好きで、山岸さんとかリムジさんっていうのはめちゃくちゃエッチなんですよね、本当にセックス好きなんだなって思うし、でもそこを参考にするわけじゃなくて、シンプルに楽しんでいるからこそ見たいなって思ってるし、だから評価が高いから参考にして見させていただいています。で、騎乗位とか隠語、知女っていうのを学ぶために蓮見クレアさんとか三谷あかりさんっていうのは見させていただいてますね。で、椎名さんはレズ立ちめちゃくちゃしてはったので、女の子系の絡みが上手なのと、あとはもう男の人もガンガン攻めていくタイプの方なので、そこを参考にしたりとかはしてます。あとはもうシンプルにマインドが似てるので、椎名さんとは分かち合うというかこういう言い方するとね、なんかあれですけど、シンプルにこう言ってることが分かるわーになるんですね。椎名さんが言ってはることもうわめっちゃ分かるってなるし、私がこういうこと言うと、うん、そういうこと思ってたって言ってくれるから、椎名さんも私によく言ってくださるんですけど、なんか昔の私見てるみたいとか、
私もシエラさんは尊敬できる部分とか仕事に対するマインドとか周りの人に対する気持ちとかあとは日常生活での心の変化とかもすごく共感できる部分が多いのでそういった点で頼りにしてるしお世話になってるしめちゃくちゃ大好きです。だからそういった面では憧れというより尊敬ですね。次、いつまで今の仕事を続けるのか。このお仕事をしている女優さんで終わりを決めてる人は私正直いないと思っていて、そういう人もいるかもしれないけどね、でもそうじゃないと思ってて、これなんでかって言ったら私自身もデビュー作が出るまで自分がどういう風になっていくかって知らなかったし、やっぱ変動がある業種というかやっぱ人気商売というか、これ言い方するとすごくね、なんか興ざめしはる方もいらっしゃるかもしれないけど、一人でやっていける仕事じゃないなっていうのは思っているので、だからここで終わりにしますって仮に決めてたとしてもその直前に爆売れする可能性もあるし、ここまでって言ってたけど人気が低迷しちゃうこともあるかもしれない。でもそうやって自分の努力次第だし頭でいろんなこと考えてやっていくお仕事だと思ってるので、自分自身が AV 女優としてやりきったなって思った人とかね、あとはここまでこういうステージに行けたらやめるとかさ、いろいろあると思うんですね。10周年までやるとかはあるかもしれないですけど、いつまでやりますかって聞かれたら私自身まだ分かりません。いろんな人の応援があっていろんな人とお仕事してどんどん自分の形は見つけていきたいなって思うんですけど、まだ私はやりきったつもりもなければこのお仕事に対する愛はまだまだ深いのでまだやっていくつもりですし、終わりを決めているわけでもないです。それだけ。なんか頭回らなくなってきた。次行きましょう。学生時代の思い出を教えてください。学生時代はですね、私は、まあ、中高専門っていう感じで学校行ってたんですけど、まあ、専門時代の話はしてないので明かしてないので公式でも、なのでその辺は端折るんですけど、まあ、中高の話はねちょっとずついろんなところで話してきてるのでまだ出してないエピソードがあれば話していこうかな。中高時代は吹奏楽部に入ってました。で、私は中学校時代は付き合った人彼はいなかったんですけど、好きな人はねいました。好きな人って言うのかな、でもあれってなんか中学校時代ってなんか好きな人を仲良しグループで喋るのが楽しかったりするじゃないですか、別に告白とかじゃなくて。で、別に好きとか嫌いとかわかんないけどなんかかっこいいなって思う人を仲良しグループで話すときに出してましたね。なんか一個上の名前しか知らないかっこいい子の名前とか言ったり、あとは隣の席だった男の子の話とかしたりしてましたね。なんかめっちゃ別に付き合いたいに行くわけでもないんですよ。ただなんか憧れとか周りに話してる時のガールズトークが楽しかったんでしょうねって感じで、好きな人って言ったらわかんないけど、でもそういう男の子に対する興味、性的なね性的な興味みたいなのはありました。で、その、まあ、部活に入ってたんですけど、吹奏楽部に入ってました。で、吹奏楽部は小学校時代からねやってたので6年間トータルで吹奏楽部に入ってました。で、トロンボーン3年間とチューバを3年間してましたね。なのでこう中低音の管楽器ならある程度吹けると思います。今はもう全然吹けないかもしれないけど、トロンボーンはね大好きだったのね。で、トロンボーンを小学生4年生から始めて4、5、6年生までしてパートリーダーしてってやって、管楽器のね王様って言われるぐらいかっこいい楽器なんですけど、こういうやつ大好きで、中学校入っても絶対トロンボーンしようと思ってたんですけど、チューバを希望する女の子がいなくて、で、そのチューバの先輩がめちゃくちゃ面白くて、で、第3希望にチューバって入れたら第3希望までにチューバを入れた女子が私しかいなかったらしくて、で、チューバに回されました。本当にショックでした。何度もこの決断を悔やみましたけど、でもやっぱりこうやってみて3年間チューバを、
それ言われてチューバって言われてやめなかったの本当偉いなと思うんですけど、やってみて思うのは、まあその楽器に対する愛も大事なんですけど、やっぱこう吹奏楽を一緒に奏でるっていうのがめちゃくちゃ楽しかったですね。もう吹奏楽っていうこの団体に愛を感じる。コンクールとか行くじゃないですか。じゃあ他校がね吹奏楽好きだからめっちゃ聞くのね、 YouTube とかで。で吹奏楽めっちゃ聞いて、受験の時もめっちゃ聞いてて、勉強の時にやっぱ声入ってる音楽と集中できないから吹奏楽めっちゃ聞いてて、で笑ってこられての吹奏楽の旅とかでもね、いろいろやってたじゃないですか。でそれで好きな曲とかできて、それをタコさんがやってたりすると、もう私はみんな寝てるんだよコンクール中って。まあ私はねもううまい生で聴けてよかったって泣けるぐらい吹奏楽が大好きなんですね。やっぱあの吹奏楽の旅見ると何回でも泣いちゃうし、やっぱあの青春っていうのかしら、うん、いろんな嫌な思い出もいっぱいあるんだよ。先輩嫌やったとかなこの歌叩かれるわ当時の先輩に叩かれるわ思うんだけど、でも先輩はやっぱ怖かったし嫌やったし、外周とかもしたし、なんでか腹筋もしたし、個人練パートレッスンとかもへこたれる部分も多かったし、甘えたちゃんだから。でパートリーダーになったけど、後輩にもこうねやりたくないよとかいうタイプの先輩だったもんね、あれやったんですけど、でもやっぱあの合奏する瞬間、あれはもう今はどうやっても変えられない尊い時間だったなってめちゃくちゃ思いますね。新しく配られた譜面を聞いてパートレッスンで合わせて、でも低音だからベースなのね、ボー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 とかさ、バババババババボーとかさ、そのベースラインだけじゃわからないじゃないですか曲の全体を。それをこういろんなパートと積みかなんかこう折り重なってこう重なり合った時の鳥肌鳥肌って言ったらもうやばいよ鳥肌足らないよって話なんですね。本当にあの時間が大好きで、すごく今も吹奏楽の曲をこうねなんか集中したい時とか勉強したい時、人の声がいらない時あるじゃないですか、そういう時に聞いたりしてます。吹奏楽時代の友達と遊んでる時とかは、移動の電車の時とかは一緒に聞いたりしますね。こうワケワケしてイヤホンをで、あ、来た来た来た、マードックテラララララララとか言って一緒に聞いたりもします。はい、次行きましょう。なんでそんなに心が綺麗なのか教えてください。人並みの心です。うん、ただ綺麗な部分しか見せないようにしてます。もちろん見えると思うんですけど汚い部分もね。でもなるべくやっぱこう表に立つ身として、私が柔軟な考えでみんなに言ってほしいんだったら、自分が一番柔軟であれな、あらなきゃいけないっていうのは日々思っているので、いろんな意見とかいただくじゃないですか、アンチコメントだったりさ、もうちょっとこうしろああしろっていうのは、まあ、もちろん意見なので参考にさせていただいたりとかはあるんですけど、でもそういう考えもあるなとかさ、私自身を好きな人もいればそうじゃない人もいるし、だから私に対してムカつくとかいうコメントもまあたまにあるんですけど、まあ確かになとかさ、客観的にこんなテンション高いのおったら確かにムカつく人もおるかもしれへんなとかさ、なんかクラスの中でもさ、こう全員と仲いい人って別にいないじゃないですか、特にそういう人もいるかもしれないけど、こう仲いい人がいればそうじゃない人もいる、40人ぐらいのクラスでもそうなるんだから、こう17万人とか、こう YouTube だと5万人ぐらいとか、あとは TikTok だと15万人かな、それもっていう中で、まあそれ以外にも見れるじゃないですか、 Twitter とか SNS っていうのは、その17万人15万人以外の枠の外からも見れるので、そうじゃない人がいて当たり前だと思うし、嫌われてるとか嫌だと思ってる人はミュートする機能とかもあるじゃないですか。でもそれでもコメントしてくれてるってことは、そんな嫌いじゃないのかもなとかさ、もうちょっとこうひねったらいけるかもなとかさ、思える部分があったりするので、うん、今はそんなに深く考えなくなりましたね。もちろん私は人間なので、この野郎って思うこともあるし、うーとかもう悲しくて大泣きする日もいっぱいあるけど、でもそれは私の人間関係をギュッてした
0.2% の人にしか見せませんね。母親とか妹とか親友とかまでにしか見せないようにしてます。もうその石原のぞみの中の人を知ってる人にしか見せないし、それで私は満足してるから、だからこうそれ以外に汚い部分って見せてとそなんか損かなとかね、やっぱ SNS は皆さんが見るものなので、なんかそこで気分を悪くされる人が多くなるよりも元気になってほしいっていう気持ちの方が強いから、だからなるべくネガティブなこととかマイナスなことはつぶやかなかったりはしてます。ただ文字で残らない部分、ツイキャスだったりとかっていうところではたまに言っちゃいます。ごめんなさい。たまに言っちゃうし、たまに泣いちゃうし、たまに怒ってる、そういう女。じゃあ次行きましょう。これで最後ですね。2ヶ月のオナ禁をしてくださいって言われたらできますか？できません。ということで、ちょっとね、あのヘベレ系というかこうグラグラしてきたんですけど、いい感じにね、あのほろ酔いしてきたので、この辺で終わりにしたいと思います。だからだ、今回も見てくださってありがとうございました。今日も順調お疲れ様でした。また次の動画で会いましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。のんちゃんでした。バイバーイ。